歌手森山良子。1948年ジャズトランペッター森山久志さんの長女としてこの世に生を受ける。1967年この広い野原いっぱいで歌手デビュー。透明感のある歌声に魅了され瞬く間に大ヒット。さらに道路大賞。1969年にリリースされた禁じられた恋がレコード大賞大衆賞を受賞。またこの曲はミリオンセラーの大ヒットを記録した。私なのよ。そしてその活躍は歌声だけにとどまらなかった。1985年金曜日の妻たちへパート3、恋に落ちてで女優デビュー。落ちてっていう映画またそこでやってるのね、うん、あの映画も本屋さんで待ち合わせするんだよね。そうだったかしら。映画見ましょうか。え？恋に落ちてあなたと一緒に見たいんだ。何おかしいんですか。1987年の男たちによろしくでは女優として新たな一面を見せる。どうも。この人ね、ベランダから下降りたいっていうの。どうぞどうぞ。あの実は下で大変なことが。避難場所ですぐ降りられますか。避難場所よろしいですか。ここですか。ここですか。開けてすぐですから。どうもどうも。大丈夫ですか。避難場所はすぐ左にあります。あ、これ泥棒だったらどうすんの。あんないい男の泥棒がいる。重いですね。泥棒だったら余計素敵。よいしょ。さらにドラマお父さんで再び田村正和さんと共演し、その再婚相手役を見事に熱演した。一人ぼっちになるのが怖いんです。もう一人ぼっちは嫌なんです。だったら玉ちゃん、俺が死なないように玉ちゃんが守ってくれよ。俺も玉ちゃんを守るよ。そして2001年12月、サトウキビ畑ナダ早々をリリース。ナダ早々は歌手夏川りみさんがカバーし50万枚の大ヒットを記録している。そして森山さんが歌うサトウキビ畑は昨年9月にサトウキビ畑の歌としてドラマ化され人々の感動を呼んだ。またこのドラマは平成15年度文化庁芸術祭大賞を受賞。私には人を殺せません。さあ、私はこんなことをするために生まれてきたんじゃないんですよ。ざわわざわわざわわ。戦争の悲しみを歌ったサトウキビ畑。発売から2年経った今でもそのザワワの歌声は日本中で共感を呼び、ロングセラーを続けている。風が通り抜けるだけ。